カギちゃんには指一本触れさせないよ。貴様は無駄だ。そのものは二度と夢から目覚めることはない。元に戻せ、今すぐ。お前は悪夢を見たことがあるか。何？本当に嫌な夢なら自分で目を覚ますであろう。呼び起こしても目が覚めるのは本人がその甘い夢の中に留まっていたいという証拠。諦めたのだよ、何もかも。諦めて甘い夢に浸っているのだ。嘘だ。貴様がウサギちゃんを悪夢の中に閉じ込めているんだ。甘い夢の虜にしてやろうか。黙れ！ジッパー！オープン！エボリューション！ここはわらわの悪夢の宮殿。わらわがかつて支配していた闇の王国。聞いてはおらぬか。闇のエナジーを操り王国を支配していたわらわのこと。ここがネヘレニアの故郷。光の世界へ手を伸ばした時こそ白き女王に封印されてしまったが、闇の中ならばわらわは無敵だ。白き月の光もこの闇の中には届かぬ。貴様らがいくら束になってかかってこようとも、わらわを倒すことはできぬのだ。あとはその白き月の輝きを消すのみ。やめろ！もう！愚かな、その女のために死ぬつもりか。そうまでして守る価値があるのか。夢に溺れ何もかも忘れてしまったそんな女に。わからないのか。ウサギちゃんはどっちでおっちょこちょいで泣き虫だけど、どんな時でもみんなを明るくしてくれるんだ。優しい月の光みたいに。そしていつでも自分を犠牲にしてまで人のために行動してくれる子なんだ。友達だと笑わせるな。そんなものわらわには必要ない。貴様も閉じ込めてくれる。
他の連中と同じようにな。